それめっちゃ気持ちいいですね。うん、いやこれ痛いですね。おお。みんな。そうなんか今この状態で足までちゃんと血が行って戻ってきてる感覚がすっごいある。うんうん、およかったです。今言おうとしました。先に言いますが、目は絶対に使われているはずですって言おうとしてたところまでした。おー、もうだって、圧倒的にこうその画面を見るっていうことが増えちゃったんですよね。増えました。今までどちらかというとね、こう結構見渡すというかね、そう広い視野がある状態が常だったのが、うん、一気にね、狭いところが、うん、っていうかね、近いところが多くなるって、だいぶ目に負担がかかりますね。そうか、なんかそれめっちゃ気持ちいいですね。うん、頭が伸びてるそうですね、全身やっぱり縮んじゃうというかね、重力で引っ張られちゃうので、起きてる時間長いと全体的に詰まる、うん、傾向ですのでね、広げてあげたいですよね。さっきより楽だけど、うん、まだ響きますよね。響きます。もうすごい手応えありますから。わかりやすいタイプでよかったって拾ってもらいやすい。拾ってもらいやすいです。ツンとね、痛いですね。わあ。結構そーってやってるんですけど。そうなんですか。うん、そんなにグッて入れてないんですよ。怖すぎ。確かに。すごい。
コリコリコリ言ってますね。言いますもんね。首はおおって感じですよね。右の方が痛そうでしたね。どっちもどっちですかね。右の方が痛かったです。でも痛いですよね、うん、やっぱりね。そうそうそうだと思う。右の方が触った瞬間に来た感じです。そうそうそう。左の方がね、まだね、余裕がある。痛いですけどね。ここなんかも結構ね、ズバッと痛いですね。私がちょっと探して押してますけど、ね、痛いようにしちゃってる部分はありますけど。すごいな。めっちゃ響く。ね、頭まで来る。ですね。目の疲れで起こってるのでやっぱ目の方に響きます、はい、おーみんなみんなに呼びかけるもう誰かちょっとね、分かりますの気持ち共有したくなりますよねこれすごいんだよみたいな地味な絵ですけどねそう、かなり刺激がありますよね。本当に、みんなってみんなってわかるわかる。アピールはしたくなりますよね。そうそうそう本当にそう。一人でこらえるにはねちょっとね。でかいですよね。すごい。ああ、首やっぱすごいですね。首だ、今日の夕食首だすねよりも何よりもすねもきつかったけどきつかったけど目のせいで首が死んでる、ね、首がもうかわいそうですね。いやそりゃ大変っすよ。だってこの頭をね、重い頭を支える。いや本当に、うん、マジで進化のね、え、まあちょっとね、しかも本来であればね1日のまあ3分の1ぐらい で、ね、まあ、寝るっていうのがあるはずなのに、うん、それも確保できず、うん、お風呂もゆっくり入れず、入れずそりゃ辛いですよね。そう、なんか入社してからお弁当チャレンジっていうのをしてて、うん、私今まで料理とか一切全然しないんですけど、あの、うん、お弁当作ろうと思って、だから手際が悪い中5時半とかに起きて、そうよく頑張りますね。だからそう、ま、早起きは好きだから、そうあれなんですけど、だけど、うん、こういうところに疲れが溜まっている、そりゃそうですよ。でなんか全然職場のはしごとか、だから、うん、働いた後に昼間働いて、うんうんうん、
夜また働いて、そうだよね、それだけでもすごいよ。次の日また5時半に起きて、うん、6時に終わってその後飲み会に誘われてみたいな。子供何人かいる人もなんかねシングルマザーぐらいのなんかあれもこれもみたいな詰め込み方がえぐいですね。えぐいですよね。すごいわ。なんか5時半に起きる、7時半に家出る、9時に出社する、6時まで働く、5時まで働く、うんうんうん、6時からまた働く、11時に帰る。うそ、ようやるな。でもまあ楽しいんですよね。楽しいんですよね。そう、これがねいいことですね。いいのかいいのか悪いのか、幸福か不幸かってね。すごいわ。まあ、若いからねできるっていうのもあるし、ね、母には怒られますけど、ね、そりゃそうですよ。そう、体を大事にしろって思う。そんなにしなくてもいいじゃないっていう。ちょっと余裕ができてからお弁当チャレンジにしなよって今やることないじゃないってめっちゃやってましたお弁当チャレンジ。でもなんかこう、なんていうんですか、テンション上がってるというかね、そう、森がもう、なんかこの勢いでみたいのがあるんでしょうね。首の後ろもめっちゃ冷たくないですか。首ね、今もあ、そうそう、すごく冷たいはないんですけど、ややひんやりって感じです。ちゃんと血は入ってない。わーい、わーいとか言っちゃった固い。うーんと、右だ。右、すごい。なんか首から下は左で、首から上は右ですね。すごい。あー、待って。きついですかね。これぐらいしますか。もうそっと。すごかった、今一瞬来た。稲妻が。ね、なんてね、覚えることだって多い、勉強して。本当にそう、ね。だって下手したら通勤さえなんかあれみたいになりがちじゃないですか。うん、今まで行かなかったところに行くわけで。うんうん、すごいな。すごいな。1日1個か2個ぐらいになってるんで、あれもこれもなんてとても手が回らない。1個か2個の間にそのうちの1個に入ることでめちゃくちゃ癒されてるんで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.